今日は2014年の8月27日ですね。久しぶりの雨で今日は水中カメラ初めて門前で使って、見てますけれども、どういうふうに撮れるのか、音がしっかり入るか。朝日新聞の一面には、日本海地震、津波が最大23メーターだという、国が想定したんですね。スーパーコンピューター使って計算してみたら、日本海で地震が起きた場合に、到達は最短で1分で来てしまう。で、23メーターのでっかい津波が来るという恐ろしい結果が出てるわけです。よし、18度。どう、体調は？まあ似たようなもんだな。私さ、なんか痛いのか。ああ、そう。ラーメン。ラーメン、半年に8ヶ月くらい食ってた。私前も12週間の時もさ、原因はラーメンでさ。そういう、医者がそう言うの？いや、そうじゃない。自分でそう思ってるでしょ。そうそう、受験18歳の時からね。夜中あのラーメン食ってさ、34時まで起きてて受験勉強。ラーメンは結構消化いいんだけどね。だけど食い方にもいる。汁で胃酸固めっちゃって。だから汁飲まなきゃいんだよな。ということで、まあ、今中薬飲んでるけど、そのうち医者行かなきゃだ。早めに行った方がいいよ。ところが原発に関しては、最大は泊原発で 5.8 メーター、まあ、不思議なことにそういうことなんですかね。原子力発電所が想定しているよりも低いということなんですけども、まあそれにしても繰り返し言いますが、この日本海側にずらっと並んでる原発に限らずですよ、北朝鮮がミサイル撃ち込んだらどうなるのかということはちゃんと考えなきゃいけないわけですよね。日本全滅ですよね。ということで今日はギターを持ってきませんでしたので、なんか歌いますが、島崎藤村の初恋アカペラでやってみます。山の砂に砂にあらばい初恋の痛みを遠く今日これぐらいしておきます。